1883年7月29日イタリアで誕生。父親は政治に熱心であった。1901年師範学校を首席で卒業。教師になるが、1年後に辞職し、スイスに移住。マルクス、レーニン主義の教育を受ける。1903年労働運動に参加。ストライキに参加し、逮捕され、国外処分を受ける。1908年、復帰し、ジェノバで教師になり、政治活動では、社会党支部の地方機関紙の編集長になる。1914年、第一次大戦が勃発し、社会党に内部対立が起こる。社会党を見限る。除名処分を受ける。1915年、第一次大戦に志願し参戦。1921年国家ファシスト党設立。1922年ファシストたちのローマ進軍。1925年7月の議会演説で独裁を宣言。1934年ヒトラーと会談を行う。ヒトラーの人間性に嫌悪感を抱いたが、政治能力は高く評価した。得意の友好を深めた。1940年第二次世界大戦への参戦。日独伊三国同盟を結ぶ。1943年クーデターが起こり失脚。1945年ドイツの支援で再びファシスト指導者となるが、失脚し、銃殺される。彼は誰？